こんばんは、ファンクでーす。まだね、元旦気分が抜けきてない予定です。ツイッターの方からね、とてもね、元気になるね、コメントをね、いただきましたので、ちょっとこれからお読みしたいかなと思っております。もうありがとうです。新年早々、小汚いおっさんの動画なんか見たくない。死んでほしい。アンチレモン。いや、レモンちゃんさ、でも若そうだけどさ、おっさんとファンクのこと言うような感じだからね。でもね、レモンちゃんまだ若いからね、よくわかってない。こきたえないっていうのはね、こういうこと言うんじゃ。カズマックスでございます。レモンちゃんね、この画像はレモンちゃん、今回著作フリーなんで、どうぞ、レモンちゃん限ってよ。このね、素敵なね、写真をね、レモンちゃんにプレゼントして差し上げます。ツイッターの方でも送ったでしょ。ブロックされちゃったけどさ。レモンちゃん、これね、動画の方からでももう撮れるんで、どうぞ持ってって。まだ若いから。本当に小汚いおっさんやね。再現がないね。ファンクはね、おっさんなのよ。まだまだ汚くなれるわよ。舐めないでよ。それじゃあ今日はね、世にも奇妙なグルメたち第3弾をお届けいたしたいと思います。今日はね、なかなかパンチ効いてるわよ。昨日ね、仕事の大山行ってきたのね、もう風ピークだったら休ませてくれんかったの。串焼き源っていうお店の、店頭にね、もつ神社っていうのがね、設置されてたのよ。で、神棚っていうか鳥居の前に、もつがお皿に乗ってんのね。え、なんじゃこれと思って、びっくり普通の人だったらするじゃない。もっとすごいのよ。お店にね、なんか、鏡餅っていう、変な写真がいっぱい貼ったのね。え、何これと思って、ファンがずっと見てたら、店頭のお姉ちゃんが外出てきて、なんかちょっと荷物出し、ゴミとか出しに来てたのね。で、その時お姉ちゃんに、これって何ですかって言ったら、鏡餅に見立てた、もつなんだって。もつ鍋用のもつで、二人前から頼むとこれ出してくれるんだって。ということでね、ファンクちゃん、ちょっと頼んでみまってた。突き出しにね、明らかに牛角の病みつきキャベツっぽいのが出てきて。最近増えたね、病みつきキャベツ。それにね、極うまもつ鍋、醤油味をね、お願いいたしました。柚子がなんか斜めっててさ、くっついてるじゃん。よくこの状態でなんか止まってるなと思う方多いかと思うんですけど、上の部分のもつと、あとこの柚子ね、凍ってるのよ。だからね、ピタッとね、ピタッとハウスって感じなのよ。そういう感じでね、これが止まっております。で、なんか、鏡餅っぽいね。そう思う。わざわざ一生懸命ね、作っていただいたね。鏡餅っぽいだろう。でね、食べてみたのね。まあ、美味しいね。だから普通のもつのね、お鍋だから美味しいんだけども、出てくるこのね、ディテール面白い。ファンクさんちょっとね、テンション上がっちゃった。変わったの大好きだから。実はね、辛い鍋の方頼みたかったんだけども、今ちょっとほんとね、胃と腸もやられちゃっててね、いや、マックスにね、体調悪いのよ。もっと食べろとか言われる方多いかと思いますけども、最近ちょっとファンクちゃん頑張ってるからさ、今無理だっていう証拠にまた写真アップする？もういいですか？いや、レモンちゃんだけじゃなくて、他の方たちもまた裁判劇されちゃうから嫌ですか？分かってますよ。
いや、本当に休ませてくれないんだもん。今日もこの後ね、ちょっと事務所に行かなきゃいけないんだけど、マジで。会社ファンクしか行かないよ。みんな何やってんの？ファンクの上司に電話してさ、あんた何やってんのやって。で、責任者あんた来なくてどうすんのって言ったら、いや、まだ年始だしって。いや、ファンクも年始だよ。何を言ってんだよ。ファンク、ガチでこう言っちゃったよ。したら、いや、ガチャって嫌い。何それ。あのね、ファンクの部分の仕事しかもうやらない。その上司の部分はほったらかしにしとく。あと電話ね、かかってきても、ファンクもガチャって切る。ねえ、やられたらやり返すんじゃ。これが江東区のやり方よ。あ、それでね、銀さんのね、もつ鍋ちょっとね、レポートしたいんですけど、ニンニクめっちゃ入ってるじゃん。で、ニラもめっちゃ入ってるじゃん。もやしもめっちゃ入ってて。で、醤油の味がね、ちょっと控えめなんですけども、もつもこってりすぎてるじゃん。源さんってさ、もつ鍋美味しいね。ファンク昔からよくもつ鍋とかさ、ホルモン鍋とかいろいろさ、食べてきたファンクですけども、これ美味しいね。で、どっちかって言ったらこれ、もつ鍋っていうのはホルモン鍋っぽい気がするんだけども、まあ、もつもね、まあ、確かにちょこっと入ってるけども、だからね、ホルモン鍋っぽいんだけども、もつもホルモンも、まあ、同時に他のお肉とかもいろいろ入ってて、美味しい。源さんのね、お鍋美味しいですね。ファンク、チンってらしいんですけども、初めて入ったのね。美味しくてね、またちょっと来たいなと思いました。それじゃあね、大人の恋愛クイズ。ファンクね、大山大好きなのよ。商店街めっちゃ強いじゃん。いろんなお店いっぱいあってさ、アジアって昔ながらのさ、街並みまだいっぱい残ってんじゃない？で、ファンク好きなのが、商店街からちょっと外れたところにもお店いっぱいあるじゃん。これがたまらんのよね。もしね、大山来たことない方、もしいましたら、お連れしてみると、いい街よ、ほんとに。でね、ファンクね、大山ってさ、お姉ちゃん可愛いの。可愛いお姉ちゃんよく見かけんだけど、何人もね。それもファンク、大山の魅力だと思う。この大山に似合うお姉ちゃん。大山最近ね、短いスカート履いてるお姉ちゃんよく見えるんですよ。寒くないの？それで上がね、まあ、ちょっと茶色いコートで、カシミヤじゃないけど、なんかパチパチなりそうな、モコモコしてる。ああいうコートに髪の毛茶髪で、この時期やっぱり黒いストッキングいいね。全体的にパチパチコーディネートみたいな感じで。設定はね、知り合いの、女の子が、今度カラオケ行かないって、女の子いっぱいし、ちょっと集めとくからって言うんで、ファンクたちもちょっと誰か連れてきてって言うんで、ファンクは、まあ、人数用意していくんだけど、その中にね、遅れてくる子。で、この子ね、名前なんて、ゆきちゃん？ゆきちゃん？ゆきちゃんっていう感じ、いいね。あ、背小さいゆきちゃんって名前の子、かわいいね。ちょっととじっこで。で、その子が後から来て、みんながね、はってね、目を見張っちゃうのよ。背のね、小さくて童顔ね、男の人好きな人多いねんな。ファンクも大好きだけど。ごめんなさいね。背低い人可愛いしね。ちょっとなんか、ドキッとなっちゃう。童顔で背ちっちゃくて、バインの子はね、男の人好きだから、まず、男だから二人連れてきたら、まあ、この二人がもうライバルになっちゃうのよ。これはしゃあないんだけど。でもね、ここでね、一番ね、重要なことはね、もしこういう場で、男の人が一番ライバルだと思う方はね、まだ素人ですよ。この一番右のさ、女の子がさ、この会を主催したとするでしょ？で、普通主催者って男の人はさ、ああ、そっか、ちょっと主催したからちょっと、自分は今回控えめでいこうかなって思うタイプの女の人も多いんですよ。けど、実際始まって、あの子可愛くて、ちやほや違う子がされてるとするじゃない。そうするとね、女性の多くの方がね、よくね、
主催者の私、ほったらかしして、お前ら何やってんだよってブチ切れる方多いんですよ。この方がかなりのね、障害になりますよ。でもね、どちらかというとね、主催者はね、まあ、何かあっても自分が企画したから最後にいてくれるじゃない。ちやほやされない女性の方で、あ、つまらない、今日はもう帰ろってなんか、この会をぶち壊す女性が一番ね、強敵なんですよ。この女性一番マークしとかないと、もうあっという間にね、この飲みの席はね、終わってしまうんで、大変なのよ、本当に、攻略するのは。自分がね、好きな子だけアタックしてね、それで OK っていうにはね、ちょっと時間が欲しいじゃない。その時間も与えずね、もう私今日つまんなきゃ帰るって、こういうね、腐れ系統がいっぱいいるのよ。なんか本当どうしても許せないんだけど。じゃあ何で来たのよって、我慢しなさいよ。あなたたちがうまくいった時とかで、我慢した男だっていいじゃない、あのおっさん何って相手されなくてさ。で、その人はちびちびお酒飲んでてさ、俺もうつまんなきゃ帰るって言ったことある？ね、ちょっとわがまま言う、すぎると思うのよ、ワンクちゃん。今実体験めちゃくちゃ喋ってんだけど。それでさ、一人だけ可愛い子がいたとするでしょ。この時がね、もうね、バトルロワイヤルなのよ。もう全てが敵になっちゃうの。ね。でもね、東京シークラブを見てくれてる人さんのために、今回はね、ちょっと頼むよの最大最強奥義をね、皆様にちょっとお伝えしようかなと。これは本当、人に見せられるね、ものではないぐらいね、もう崇高なものなんですよ。でもね、東京シークラブ見てくれて視聴者さんの皆様に、ちょっと特別要求は、ちらりとね、そのね、最大最強奥義をね、お見せしようかなと思っております。今回のね、この技はね、100%。これを使ってね、落ちない女性はまずありえません。それをね、皆さん、今日、とくとね、見逃すことなく見て中です。お店の方からね、今日ちょっと予約いっぱい入ってますんで、2時間まででよろしくお願いしますって言われてたりするでしょ。でもね、あの子とうまくいきそうだよって、連れてきた男人たちに、ちょっとね、グイグイ押すのよ。そうすればさ、時間がさ、少し長引いちゃうじゃん。その時に、店員がね、2時間で行ったじゃないですか。いつまで歌ってるんですかって、お酒もガンガン飲んでて。もう、ちょっと出てってもらえますって言った時に、ファンクがね、ちょっとね、もうちょっとなんか行った方がいいんじゃないってね、煽るのよ、一緒に連れてきた男たちを。そしたらね、もうちょっといいじゃねえかよっていう感じになった時にね、店員の人がね、もうブチ切れちゃうのよ。それで、ここら辺ってさ、大山じゃない。ちょっとパンチ効いてる人いっぱいいるじゃん。だから店員の人もその可能性高いから、誰に行くんじゃってね、ブチ切れちゃうのね。そうするとね、手からなんかね、光の玉が現れるのよ。でもさ、結局さ、ハゲたおっちゃんじゃん。だからさ、若いファンクの友達とかさ、あと主催してくれたさ、女性側のさ、メンバーとかが、なんか、まあ、お変なおっちゃんがなんか光の玉出したぐらいにしか思ってないのね。その時ファンクが濃いの。みんな避けろ。技の種類もわかんのかって言った瞬間にね、あ、なんかやばいっつってみんななんかね、逃げ出しちゃう。で、このゆきちゃんはさ、真ん中にさ、座ってるからさ、遅れちゃうのね、逃げると。その時にね、もうみんな逃げ出した時にファンクただ一人残ってね、あーっつってね、盾になるのよ。で、この店員さんはね、みんな出てったけど、お前らも早く出てきっつって、この部屋から出てくのね。で、ファンクがね、また戻ってくるかもしれないから、ゆき、お前だけでも逃げろっつってね、ファンク倒れんのよ。そしたらね、もうゆきちゃんがね、ファンクーっつってね、駆け寄ってくるのね。その時に、これすごく重要な部分なんですけども、あんだっていうの、いくらね、ファンクーって来てもね、聞こえないふりするのよ。それで、ね、もうちょっと近くで喋ってくれないと、聞こえないって言えばね、近づいてくれるのね。これすごく大切です。意味は深くは言わないですけど、もうこれ言わない男はね、もう男として失格です。この位置からのムニっていうのがね、もうほんとたまらんのよ。すごくファンク大好きな、あ、いや、それでですね、で、ゆきちゃんがね、ファンクーって言ってきた瞬間にね、いや、もう、俺、このまま死んでしまうけど、死ぬ前に、
頼むわって言ったらね、この状況で頼むわをね断る女性はまずいません。 100% うまくいくんで、今日ちょっとこの技をね皆様にお見せするかどうかねちょっと悩みましたけども、若すぎって言われることが想像が多いにつきましたので、だからね、あげようかどうか考えたんですけども、何言ってね、こっちって絶対言われんだろうな。いやそういえばね、今 SNS ですごくね、話題になってる、なんかシーランズっていうね、あの、回転寿司のように、火鍋がくるくる回るんだって。それをどうしても連れが行きたいって言うからね、大久保のところからね、ちょっとあの百人町の方に歩いてすぐ近くのところに行ったんだけど、ちょっとあの建物がね素敵すぎて連れがちょっと入りづらいって言うのよ。いやでもせっかくここまで来たから行こうって言うんでね、入ってみました。でね、ここ開店するのね12時までなんだって。でファンクたちが訪れたのはね12時半で止まっちゃってたのよ。でお客さんファンクたちだけで、で店員さんがね、あのどうぞってね注文したものを手で持ってきてくれたんだけど、せっかくね開店するお店来てるから少し動かしてもらうことってできるでしょうかって言ったら、全然 OK ですよって動かしてもらったのね。でわざわざね、もうこれ例えばお肉はちょっと高いんですけど680円とか、でも海鮮物とかみんな安いですよ。100円でエビとかね、サザエとかイカとか、あと野菜とかうどんとかもみんな100円で、安く済まそうと思えばね1杯500円ぐらいで食べれるんじゃないかな。で食べ方だとね2980円で、わざわざねテーブルまで店員さんの人が持ってきてくれたのね。でじゃあ、今動かしますんでって動かしてくれて、で、わざわざ持ってきてくれたところ、じゃあ、流しますよって流してくれたんだよ。いや、本当にありがとうございます。いや、もう、今度またちゃんとね、動いてる時に来ますんで、もう、いや、もう、本当にありがとうございます。すごいですよ。まずね、店員さんがね、テーブル持ってきてくれたやつを、この、回転するところに乗せてくれて、で、ファンクは写真撮って、で、連れがそれを撮って、また店員さんに渡して、店員さんがまたそれを流すという。3人のね、共同作業で今回は撮影させていただきました。よく撮れましたって。もうちょっとこういう角度で撮ってみたらどうですかって言って、ありがとうございますつって。せっかくね、こういうとこ来たね、やっぱり動くとこ撮りたいですもんね、つって。で、他のさ、店員さんも来て手伝ってくれようとしたんだけど、もうこれで十分ですって。本当大丈夫ですかって。もっと違うものも流しますって。頼んでないものもね、流してくれようとしたんだけども、いや、もう、ここまでわがまま聞いていただければ、もう十分ですっていう。あ、そうですかって、楽しい食事やったさって言っていただきまして、お店の皆様、本当に本当にありがとうございました。これ、やらせじゃないですわ。演出です。それで、今流れてきたのがね、豚肉で、その後ね、ラムのお肉。でね、タレもいっぱいあるのね。で、鍋のトゥープの種類も選べんのよ。で、ファンクがね、辛いやつ。唐辛子がいっぱい入ってて。で、ツレがね、なんかちょっと白っぽいやつ。ごめんなさい、名前忘れちゃった。でもね、すごく美味しい。で、ファンクね、辛い、タレの方も、トゥープも辛いのの、ダブル辛いので挑んだんですけども、ツレはどっちかって言ったら、ファンクは頼んだこのね、チョイスの方が良かったって言ってた。ファンクはどっちかって言ったら、ツレがチョイスしたやつの方が良かったんだけども、すごくね、美味しい食事ができましたね。こういう風に回転する火鍋っていうのも面白いね。あと、店員さん優しいからさ、すごく美味しかったです。でね、うどんとかきくらげとか、あとね、キャベツとかね、で、お肉は豚肉とラムで、あと、ウルンちゃんもね、頼んでね、二人でどれぐらいだったんだろう。3000くらいかな。結構食べれましたよ。あと、豆腐も頼んだ。それでね、鍋ね、電気コンロをさ、スイッチオンするとさ、あっという間に熱くなるのね。この寒い時期にたまらない。でもこれちょっと来て500円ぐらいで食べてそのまま出てくっていうパターンもね、あれなんじゃないかなと。
十分食べれるんでね、もしよかったら皆さんもどうでしょうか。海鮮物って抑えるんだったら500円未満で、抑えられると思いますね。ドリンク頼んでも600円とか700円ぐらいじゃない？それでね、中国のね、店員の方とね、この後少し喋ってたらね、結構ブラザーになって、で、普段どんな方来られるんですかって、ファンク聞いたら、いや、女性の方すごく多いですよって言ってたのよ。回転スイーツのお店もさ、お姉ちゃんめっちゃいたじゃん。あ、ここってさ、回転してる時って敷居高いじゃん。ほぼ女性の人なんだって。あ、マジで？それ聞いてたら、それが似合ってたよね。今度あんた一人でちょっと行ってきなさいって言われて。一緒に行こうよって。いや、あなたがお世話になったんだからね。ちょっと、一人でちょっと行ってきなさいよっていう指令が来ました。お姉ちゃんたちしかいないお店で。またもう試練ですかこれ。これこそ本当に風来の試練ですよ。いや、マジで。あ、嘘。全体的にどれぐらいの女性の方来られるんですかさ。みんな若い女性ばっかりですよっていうの。あ、嘘。いや、急に引き上がったじゃない。マジで。嘘。いや、ファンクちょっと超絶ブルってるんだけど。あ、マジ？新年早々またいじめ入りましたよ。そして本日最後の世にも奇妙なグルメたちはプラタンっていうね、貿易センタービル浜松町にあるじゃん。あそこと、あと浜松町の駅のところにある、2階のところのね、レストランがあるのよ。このレストランにね、なんでもね、デコレーションオムライスっていうのがあるのね。え、何それって言うんでね、ちょっとファンクね、訪れてみたのよ。ビジネスマンとかばっかりなのよ、ここのレストラン。モノレールも走ってるからさ。で、いろんな線も走ってるし、で、ビジネスマンとか旅行客の人とかいっぱいいるんだけども、すごくね、店内がね、おしゃれなのよ。おしゃれなお店で。ねえ、迷彩のジャンバーに、あと、もう、着古した、この変な、インナーに、それに、ズボン、作業ズボンですよ。ちょっと恥ずかしい。で、これがね、デコレーションをね、オムライス。なんでもね、なんか、デコレーションケーキに見立てたオムライスなんだって。これちょっとさ、変わってっしょ？ファンクね、前にね、この近く撮った時に、なんか変わってて面白いなって、ずっとね、食べようかなと思ってたんだけど、なかなか訪れる機会がなくてですね、今回ちょっと、久しぶりに思い出したんでね、注意かないとまた忘れるっていうんでね、駆けつけてみました。それでね、ここね、ソースがね、トマトソースと、あとデミソースと、ケチャップのね、3種類からね、選べるんだって。それなんでね、オムライスはケチャップということで、3番をね、お願いいたしました。でね、これのね、売り文句はね、とろーり卵の乗ったデコレーションケーキをイメージしたオムライスにトマトソースっていうね、1100円とちょっとお高いんですけども、まあ、浜松町のこのね、駅ビルの中のお店のにしたら、まあ、安いんじゃないのかな。それでね、卵はトロトロ。すごく、そしてふわふわ。美味しいね。で、トマトケチャップ、ちょっと変わったトマトケチャップ、甘み強いのね。あと酸味も強い。これがね、また合いますね。下、ビッチャなのよ。このビッチャなね、トマトソース絡めて食べるともうハッピーね。それでね、ここね、店員の方でね、年配の人がすごくいい人なのよ。どうぞどうぞって、なんかファンクさ、店頭でどうしようかなって、なんかあまりにも綺麗で、おしゃれなお店だったから入るのね、トマトって言ったら、どうぞって。でね、好きな席に座らせてくれて、で、いろいろ質問してたらね、いっぱいね、教えてくれて、またこう来たくなっちゃった。今度モンペで来ようかな。あ、それでも、どうぞどうぞって言ってくれそうなね。素敵な、なんか、執事みたいなね、なんか、雰囲気のあるね、年配の店員の方で。かっこいいね。銀座のさ、喫茶店でさ、あそこ、もう潰れちゃったんだけど、そこもなんか執事みたいな、かっこいいね、店員の方いて。
もうね、声も渋いねよ。ファンファンみたいな声の方でね、ファンファン知ってる人はもう少ないかもしれないけど、でもすっごくね、なんか、このオムライスも美味しかったんですけど、お店もね、美味しかったんですけど、その年配のね、店員の方、すごく素敵でした。もう、ファンクも年取ったら、ああいう素敵な男の人になりたいな。それじゃ、今日はここまで。じゃあねー。今日はちょっと感じてバテてて、ちょっと相談の方、ちょっと待っててください。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃ、ファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところで、よくある相談が来るんだけど、数字の4に「ね」という書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら？